ウォンツ吉島店、株式会社ツルハグループドラッグファーマシー、西日本は、広島県広島市西区に本社を置く、ドラッグストアチェーン。ツルハホールディングスの完全子会社。広島県を中心とした中国地方に展開する、ドラッグストア、ウォンツと調剤薬局、ウォンツ薬局、山陰地方を中心に展開するドラッグストア、ドラッグストアウェルネスと調剤薬局。 ウェルネス薬局、九州地方に展開するドラッグストア、ツルハドラッグを運営する。本項目では、全身企業の一つである、株式会社ハーティウォンツについても述べる。ツルハグループドラッグファーマシー西日本は、2015年8月16日に、ツルハホールディングスの中国地方のグループ組織再編により、株式会社ハーティウォンツを、存続会社として、 株式会社ウェルネスコキタを吸収合併させた上で法人名を株式会社、ズルハグループドラッグファーマシー西日本と解消した。全身企業2社の運営していたドラッグストアと調剤薬局の野号はそのまま引き継がれた。その後、ウォンツ及びドラッグストアウェルネスが重複していた島根県では、いずれか一方に野号の統一が行われ、 2018年2月16日に九州地方の旧ォンツ店舗は鶴葉ドラッグに変更された。また、岡山県に出店していたすべての店舗は同じ鶴葉グループの愛媛県に本社があるレデイ薬局の店舗になっている。1958年に前身となる道下薬局を広島県で開業したのが始まり、主に広島県を中心に 中国地方でドラッグストア、調査薬局を展開した。1995年に法人として株式会社、ハーティウォンツが設立された。2001年に10社会に加盟するが、2003年にジップホールディングスと共に共同出資でプライベートブランド開発を目的とした株式会社ジップウォンツを設立して10社会を脱退。2013年に、 ツルハホールディングスが、ハーティウォンツ株を56%取得し子会社化された。ツルハ HD 参加になるまでは、ボランタリーチェーンのオールジャパンドラッグに加盟しており、クレートグランドのプライベートブランドを取り扱っていた。ツルハ参加になって、以降は、オールジャパンドラッグから脱退し、ハッピコムに加盟することになり、ハッピコムのほかエムズワン、 トップバリューなどのプライベートブランドを扱うようになった。ハーティ・ウォンツ時代から使われている野号の、ウォンツとは欲しいものがあるという意味に加えて、お客様との温かい交流、心と心の触れ合いも求めている店という意味合いを持たせている。最新の店舗は店舗、チラシ検索にて、検索可能ドラッグストア、ウォンツ、調剤薬局、ウォンツ薬局は9、旧 ハーティーウォンツから引き継いだ野ゴポイントカードは、ウォンツポイントカード。ツルハグループ各店で使用ができる。ドラッグストア、ドラッグストアウェルネス、調剤薬局、ウェルネス薬局は、旧ウェルネス湖北から引き継いだ野ゴポイントカードは、ウェルネスポイントカード。ツルハグループ各店で使用ができる。ドラッグストア、ツルハドラッグは2018年2月16日に、 九州地方の、Q、オ温津店舗から変更した野号ポイントカードは、鶴葉ポイントカード、鶴葉グループ各店で使用ができる。ありがとうございます。